おはようございます。12月15日第114回ポコナカワイアニマルラジオになります。今日はね、ミシシッピニオイガメのフロリダさんっていうことでね、オスメスのペアで揃っていますが、まああのちょっとここで話そうと思ったのは、B 品についてっていうことなんですけど、まああの甲羅欠けてたりね、多孔だったりっていうのがすごいこの2匹はあるんですけど、じゃあそれがいけないのかっていうと、別にいけないことは全く僕はないと思っていて、まあワイルドなんでね、しょうがないのかなっていうふうに思っています。まあ逆にね、あのワイルドで頑張って生きてきた証ということで、まあそういうのをね、あの水槽内で見れるっていうことも逆に言うと少ないんじゃないかなと思うんで、まあ、僕はあの B 品そんなに気にしないタイプなんですよね。まあ絶対完品じゃないと嫌だって人結構いると思うんですけど、ただまあ完品にこだわるっていうよりは、僕はなんかその亀にこだわりたいのかなっていうところが強いので、だからロカリティとかの方が僕は好きですね。だ今回で言うとこの2匹はフロリダさんっていうことで、フロリダさんのワイルド多分もう二度と買えないのかなっていうふうに僕は思っているんですけど、まあペアで欲しかったんでね、オスはさらっと見つかって、でメスをどういうのにしようかなと思って、なんかこの子がピンときたっていう感じだったんですよね。だこの2匹でとりあえずペアなんですけど、本当はもうね2匹ぐらいメスが欲しいところなんですけど、まあまああんまり欲張ってもねあれなんで、今、まあ、この2匹で満足して、でもうあの違う、ね、色のタイプの、ミシピニオイガメも、まあ、そっちはねなんかメスが3匹ぐらいいて、まあ、1匹はワイルドで、だワイルドの、ね、ペアが揃いつつ、そっちもCB のメスが2匹いる状態になってるんで、まあミシピニオイガメに関してはもう満足いく数というかが集まったのかなと思ってます。まあカブトニオイガメもそうでね、2匹オス3匹メスチビがいるっていう感じなんで、まあこんな感じで見ていくとね、かなりの数が揃ったんですけど、まあワイルドに価値を見出す方もいれば、完品に価値を見出す方もいるっていうところはあると思うんですよね。で確かにワイルドの魅力っていうのは僕すごいわかるんですよ。で完品もね確かに綺麗なんでね、わかるんで、まあ、否定するつもりは全くないんですけど、ただワイルドのねこういう B 品、まあ別に普通に多孔でも全然いいんですけど、まあこういう野生を生きてきた証というのがついている生き物っていうのを見るのはね、なかなか面白いなと思っています。なんでね、まあ B 品だよで片付けないで、あこいつらはこういう感じで野生を生きてたから野生の姿のままここにいるんだなと思っていただけるとありがたいのかなと思ったりします。あとはね、あの B 品で僕を好きなのは、あの安くなるってところですかね。完品だとやっぱり値段そこそこしてしまうものが、 B 品だとね、まあ1割から、まあ、物によってはすごい安くなるものって、まあ、あまりにもっていうのはちょっとあれなんですけど、買いやすかったりするとね、ラッキーだなっていうふうに思う時もありますし、まあそれは人それぞれの感覚なんでしょうけどね。僕はあの、なんて言うんだろうな、飼ってることには満足感はあるけど、じゃあ完品を眺めて見ているのに満足感があるか、別にそういうわけではないんで、まあペアで揃ったらいいよねっていうのもあるんですけど、別にオス単品、メス単品でも別に全然気にならないしっていう感じなんですよね。だから商売にしてないからっていうのが一番でかいところなのかな。ブリードもね、まあ、できたらいいけど、できなかったらしゃあないかなぐらいの、感覚で、どちらかというといろんな亀を飼ってみて、いろんな亀を知りたいっていう、そういう意識の方が強いかもしれません。まあ好きなものを買うって昨日書いたところで言うとね、本当好きなものを買う、まあ、自分が好きで今欲しいなと思ったものを買って、それがどういうものか、本当にそれが自分が、ね、合ってるものなのかどうかも含めてやってみるっていうことができるのかなと思っています。なんでね、まあ、ミシピニオイガメは結構自分的にはヒットしたなっていうところでしたね。ミシピニオイ、カブトニオイで、オアタマヒメニオイはまだちっちゃいのしかいないから、大きいのの魅力をねまだ見れてない。ちょっとねアラームが鳴ってしまったんでね、いきなり切れてしまいましたが、そんな感じでね、いろいろ分かっていて面白いなと僕は思っています。
で、あ、そうそう、で、まあ、そんな感じでね、毎日同じような話になってしまうんですけど、ちゃんたまデーのポコチャンデーが、あと少しで、なので、あさってか、うん、そう、あさってとしあさってに僕がいますんでね、もし来ていただけたら、なんか亀をさらに仕入れてくれてると面白いんですけどね、まあ、その辺はちょっとどうなるかわからないんですけど、ジャイマスが売れたのかどうかも気になるし、まあ、他にも姫匂いもいたり、カブト匂いも、なんかね、あの普通の CB と違う系統がいるよって話だったりとか、まあ、そういうのですね、いろいろ面白いものが揃っていると思います。まあ、アッサムセタカガメもね、あのオスがいるんで、アッサム探してる人は、ね、すごいいいんじゃないかなと思います。なんでね、本当はぜひ皆さんお越しいただければ、僕もお話できてありがたいですよね。ね、結構いろんなところにいるんですけど、まあ、声かけづらかったりするかもしれないですけど、そんなに別に気にせずね、声かけてもらえればと思います。まあ、たまにバタバタしてるときはね、ちょっとあ、ごめんなさいっていうときがあるかもしれないですけど、バタバタしてなければ別に全然ね、ゆっくり話せると思いますので、その辺も含めてお待ちしています。まあ、亀というふうになってしまいましたが、ちょっとこの間ね、なんだっけ、ワンドコイファームさんから和金を買ったっていう、まあ、コイファームさんのサラサワ金を作ったとか、いろいろ、なんか金魚趣味で作ってるんですよねって話をしてたんですけど、まあ、いい金魚だったんで、メスをね、一匹いたんでね、ちょっとメスのサラサワ金があんまりないんで、まあいいかなと思って買ってきました。まあ別に何するっていうわけではないと思うんですけど、まあ、いろいろとちょっとね、オスメスで揃えておくと、まあ、気が向いた時に、ね、そういうのができるかなっていうことなんで、ね、まあ持っとくだけ持っとこうと思って、ね、値段もね安かったんでね、かなり安かったですね。コインの、ね、場所に行くのも、ね、面白いのかなっていうふうに思わせてくれるような、大会でした。そんな感じで、まあ本当だからね、生き物が好きだったら生き物のイベントだったりそういうのに顔を出して、ね、自分で知見を深める。でこれは1個の生き物を飼っているとそこしか見えなくなる、まあ、1個でその狭いところで飼っているとそこしか見えなくなってしまうことってすごいあるんですけど、そこから1個抜け出てね、まあ、違う生き物の飼い方も含めて、まあ、あとは違う人の意見をね、受け止める、まあ、よく聞くのがね、それじゃダメ、これじゃダメ、でダメ出しばかりする人っているんですよね。まあ、ひどいなと思ったのは、陰でね、仲間のやつはダメだとか言ってるような人もね、何人もいてね、まあ、正直ショックな話をね、何回もされたことがあったんですけど、別に、しょうがないですよね、趣味なんだから。まあ、趣味でそんなのやってるんだから、別に趣味でやってる人が好きにやってりゃそれでいいじゃんっていうね、まあ、そういう気持ちで、で、プラスしてそこをね、なんていうんですかね、ちょっと自分の中で砕いて解釈するように努力をすると、まあ、見えないものが見えてくると思います。それができないとね、成長はないと僕は思っています。そして、ね、どんなにいいものが作ろうと、一番大事なのは人間性だと僕は思っていますので、人間性がね、良くないんだったら僕は別にっていう感じなんですよね。ただまあ、いろいろありますが、そんな感じで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。